お客様満足のナンバーワン 100% 新車感 100% 新車感国内全メーカー新車最安値に挑戦中。販売エリアは日本全国。年間販売実績約1700台、リピート率驚異の 50% 超え。お客様生の声ホームページに公開中。 100% 新車感。いつも新車館チャンネルをご覧いただきありがとうございます。 100% 新車館シスイ成田空港店の江澤です。本日もよろしくお願いいたします。弊社では新型コロナウイルス感染症に伴うガイドラインに沿った営業を継続しております。お客様にはお客様同士の接触を避けるために来店時間のご予約をお願いしております。またご来店が難しい方、ウェブ商談システムをご用意しておりますので、合わせてご活用の方よろしくお願いいたします。はい、それではですね、本日もお車の紹介させていただきたいと思います。本日ご紹介するお車はこちらになります。トヨタのラブ4、でですね、こちらの方、ラブ4のアドベンチャーなんですけども、もう分かります？見ていただいて。新車館の方ではおそらく今第1号じゃないかなと。オフロードパッケージです。ラブ4の、アドベンチャーオフロードパッケージの方が、入庫しましたので、もうこれはもう皆様にご紹介しないといけないと、思い、本日動画の方ですね、やらせていただいております。はい、もうですね、フロントマスク見ていただきたいんですけれども、ちょっとどこが違うか実際わかりますかね。こちらですね。でこちらの方が、いわゆるアドベンチャーの専用の、スキットプレートになるんですけども、こちらが通常のアドベンチャーですとシルバー塗装なんですね。でこちらに関してはグレーメタリックですかね、グレーメタリック塗装ですね、はい、になってる仕様になります。はい、なのでですね、こちらの方、この部分、樹脂の部分がブラックなので、かなり一体感のある、色になってます。はい、こちらのラブ4アドベンチャー、オフロードパッケージですね、まずサイズなんですけど、全長が4610で、全幅1865で、全高がですね1735の、お車となってます。で全高なんですけど、実はアドベンチャーよりですね、4.5 センチほど高くなっております。でその高くなっている部分がどこなのかなんですけど、こちらですね、ルーフレール、こちらの分で、4.5 センチ高くなっております。はい、でアドベンチャーの方にも、ルーフレールついてるんですけども、いわゆるフラット型、フラット型なのでこれよりも低いんですね。でこちらの方がブリッジ型のルーフレールになってます。ちょうどこちらの方が隙間が空いてる形ですね。ブリッジ、橋の形というか、意味合いになってますね。はい、なのでこの部分ですね、だいたい4.5 センチ、4センチ弱の分が高くなっているのかなというところになります。でもかなりこのルーフレール結構高いんですけど、これあるだけでもだいぶ印象違います。かなりかっこいいなと思います。はい、でちょうど今ルーフの近く撮影しているので、こちらディーラーオプションのサイドバイザーになります。はい、シルバーのモールも入ってますね。はい、非常にこのシルバーのモールもついているので、見た目もですね、かなりいいかなと思います。ありがとうございます。でちょっとそのままですね、下の方行っていただいて、ホイールのご紹介したいかなと思います。でこのホイールがですね、またかなりかっこいいんですよね。はい、でアドベンチャーですと確か19インチのアルミホイールだったかなと思うんですけど、こちらの方がですね18インチの、専用のアルミホイールになってます。でもう完全にブラック、マットブラックになってます。もう一色たんですね。で、通常のアドベンチャーになりますと、切削工期にプラスで、ブラックで、その上にクリア塗装が、塗装されている、アルミホイールになるんですけども、こちらはもう完全にマットブラックの、一色単の塗装になってます。デザインもですね、かなりゴツゴツ感があってかっこいいなと思うんですよね。でさらになんですけど、若干ここ空間がアドベンチャーよりあると思いませんか。もうご存知の方は、多いかなと思うんですけど、
もう見て分かる通り赤い部分見えますかね、サスペンション、こちら専用のサスペンションが入っておりますので、地上高でいうと、まあ、10ミリほど、アドベンチャーに対して10ミリほど、プラス高くなっている形になります。ただそれ以上になんかこちらの空間もかなりもう広いようなイメージがあるんですけど、もう車高がかなり高いなっていう、見た目からもう分かります。もうかなりかっこいいですね。はい、ではリアの方にやってまいりました。はい、ご紹介したいと思います。でまずリアの方でご紹介する部分、こちらですね、リアのスキットプレート、こちらの方も、まあ、フロントと同じくですね、通常アドベンチャーだとシルバーの部分が、グレーメタリックの、タイプになっております。もう専用のものになりますね。であと何といってもこちらです、まあ、アドベンチャーっていう部分は、まあ、アドベンチャーも変わらずついてるんですけど、その上このオフロード、はい、ここが追加になります。もうこれは山なんですかね、山のシンボルなんですかね、はい、まあ、これであのオフロードパッケージっていうのが、分かるようになっております、はい、じゃあちょっとですねラゲージの方も見ていきましょう。まあ、ラゲージはですね、あの通常のラブフォート、まあ、遜色はないですね、後ろの方ですね。でこちらの方に、メーカーオプションのラゲージのアクセサリーコンセントと、こちら 100V ですね、はい、AC100V のコンセントついてますね、はい。まあ、これでアウトドア、まあ、キャンプだったりとかですね、そうした時も、かなり活用できるかな、まあ、なかなか、まあ、ラブ4で車中泊っていうのもそんなにいらっしゃらないかなと思うんですけど、まあまあ車中泊する時にも、まあ、こういった部分はかなり便利な装備になると思います、はい。で一応こちらの車両がですね、あの実はスペアタイヤ、ついております。メーカーオプションのスペアタイヤ、まあ、どこに収納されるのかというところですね。こちらにスペアタイヤ収納されます、はい。で一応ですね、まあ、工具が脇についてて、ジャッキアップですね、真ん中につくと、まあ、うまくスペアタイヤの真ん中で、まあ、収まりがいい感じになってます、はい。で一応この状態でもですね、まあ、通常ラブ4のラゲージといえば、下段に板をはめ込むことができると言われておりますけども、そうですね、スペアタイヤがあっても一応下段、使えますね。下の方に、ラゲージボードですね、下げていただいて、まあ、大体5センチぐらいですかね、ここの幅高さ、まあ、5センチぐらいダウンさせて、まあ、なんでしょうね、まあ、使い勝手をもうちょっと良くする形ですかね、まあ、正直個人的にはこの5センチがあるなしは正直そこまで変わらないかなっていうのが正直なところです。なのでまあ普段使いとしては、まあもうこのまま最初のこの位置ですね、まあ、これで使っていただいていれば、まあ、特別問題ないかな、まあ、さほど変わらない気はします、はい。でこちらの車両にはあのついてないんですけど、あのハンズフリーのパワーバックドア、でそちらの方もメーカーオプションでつけることできますので、まあ、やっぱり手で下ろすのはちょっと面倒くさいなという方は、まあ、ご検討いただいてもいいのかなと思います、はい。ではですね、ちょっと2列目の方からまた室内をご紹介していきましょう。でまずちょっともうこのドアトリムですね、ちょっと見ていただきたいんですけども、はい、赤いステッチがですねかなりいいですよね。で通常のアドベンチャーになりますと、オレンジ色ですね、オレンジ色のステッチ、まあ、室内の、差し色がすべてオレンジなんですけど、オフロードパッケージに関しては、差し色はすべて赤で統一されてます。失礼いたします。よいしょ。まあ、シート自体はですね、アドベンチャー、そちらと何ら変わりはございません。差し色の赤になっているかどうかの違いになりますので、まあ、そうですね、以前ちょっと私でも動画撮影しておりますけども、まあ、ほぼほぼ同じです。まあ、肘置きがついてますよというご紹介ですね、なっております。はい、まあ、ここがですね、前も紹介しましたけど幅が広いのでだいぶくつろぎがしやすいです。
まあ、お隣の方を、気にすることなく全然肘置けるかなっていう幅になってますね。かなりおすすめです。でちょっとですね、この後フロントの方をご紹介するんですけども、まあ、弊社の方でですね、あのナビゲーションもつけてますので、そちらのご紹介いたします。はい、では失礼いたします。はい、ではフロントの方にやってまいりました。まずですね、映し出されているものがこちら、ナビゲーションカロッツェリアですね。パイオニアカロッツェリアの、こちら9インチサイズのナビゲーションになってます。はい、でちょっとですね、まあ、こちらの方素材ですね、ちょっとソフトバットになってるんですけど、ちょっと横の方ずれていっていただくとマークが出てきます。アドベンチャーオフロードパッケージ、ここにも、ワンポイントの、ワンポイントですね、入ってきております。はい、まあ通常のアドベンチャーではそこマークは入っておりませんので、もうかなり、まあ、特別仕様感が出ております。でこちらの車両ですね、こちらにご覧いただいて、まあ、置くだけ充電ですね、ついております。メーカーオプションの置くだけ充電。まあ、この部分もですね、あの通常アドベンチャーオレンジなんですけど、赤色で統一されております。はい、で結構置くだけ充電、ここ、まあ、ちょっと置きづらいかなとか思うんですけど、まあ、運転しながらだと、まあ、比較的、まあ、ちょっと片手で、まあ、ちょっと取るのも取りやすいかな。まあ、運転中ちょっと操作するのはちょっと違法になっちゃうので、それはやめていただきたいんですけども、まあそこまで取りづらさとかはまあ多分ないかなというところですね。ただ逆にここのアクセサリーコンセントですね、まあこれが置くだけ充電の奥についてるので、ちょっとここだけ気になるかなって。で物によってはどうだろうな、まあ、3口ついているものだったりとか、あると思うんですけど、まあ、そうしたのはちょっと差しづらいのかなというところがございます。はい、はい、では皆様ご視聴ありがとうございます。最後になりました。はい、私のですね、こちらのラブ4アドベンチャーオフロードパッケージを評価レビューの方させていただきたいと思います。ではこちらがですね、評価ボードになっております。皆様、ご覧いただけますかね。はい、まずこちらですね、今からレビューしますけども、車両の、販売価格ですね、こちら、ラブ4、オフロードパッケージ、こちらの車両価格がですね、346万円になっております。はい、で、まあ、大体同じくらいの車両で見ると、ハリアの G グレード、でガソリン車で、まあ、341万円くらいだったかなと思うんですけども、まあ、それで考えると、まあ、若干お値段は、高くはなってます。まあ、ただこちらになれば4駆仕様になりますので、その差はあるかなと思います。はい、まあ、300万超えるお車にはなりますので、まあ、星4つですね。はい、そちらで、評価の方させていただいてます。でスタイルに関してはもうこちらも、5つ星文句ございません。はい、こちらオフロードパッケージですね、かなり、かっこいい仕様になっております。でどちらかというとですね、他にまあ通常の、まあ、街乗り仕様ですね、Z グレード、ございますけれども、そちらになるとやっぱり顔周り、まあ、だいぶ変わってくるんですけども、そちらと比べるとやっぱりアドベンチャー、あとアドベンチャーのこちらのオフロードパッケージですね、そちらの顔つきの方が、まあ、お客様お話しさせていただいててもかなり人気高い印象を受けております。まあ、こちらのお顔つきの方が、人気なイメージですね、なっております。で居住性ですね、こちらの方は4つ星と、させていただいております。まあ、室内の方はですね、特別、あそこがダメここがダメとかっていうのはございません。平均的にかなり、まあ、いいのかなというところにはございます。まあ、ただ特別、まあ、5つ星あげるまで、もうすごい快適とか、まあ、ちょっとそこまではいかないかなと思うので、まあ、4つ星で、まあ、平均以上という評価になりますね。で燃費の方は3つ星になっております。でこちらの車ですね、カタログ数値で、まあ、大体 15.6 キロぐらいだったかなと思うんですけども、まあ、実燃費でいうとやはり12キロ13キロあたりの車かと思います。まあ、街乗りで使ってますとやっぱりちょこちょこ乗りだとそこまで燃費はの、伸びてはきませんので、まあ、星3つが妥当なところかなというところです。でリセール価格ですね、こちらの方は星4つにさせていただきました。
で、RAV4 自体ですね、まだ3年まだ経ってないかなと思います。で、ちょっとですね、情報の方がですね、なかなか少ない状況になっております。で、さらにこのオフロードパッケージ出たばかりということで、情報の方は、ございません。なのでですね、3年後、3万キロ前後乗った車として、参考のリセール価格ですね、だいたいこのあたりが基準かなと、250万円ですね、基準になってくるかなと、思っております。もちろんですね、ここから車両の状態によっては増減、全然ございます。増えることもあれば、車両の状態によっては少なくなる可能性もございます。ただだいたいこのあたりが間くれかなというところになります。この金額でも車両の346万円から考えると、だいたいリセール率としては 70% あたりになりますので、かなりいい数字が出ております。総合評価ですね、こちらの方、4つ星とさせていただいております。はい、全体的にですね、室内も含めてまとまっているお車になります。さらには四駆ということで、かなり需要の高いお車にもなります。で、オフロードパッケージということで、随所にですね、かなりかっこいい部分もございますので、かなりおすすめの一台となっております。ただ、市ではですね、ちょっと納期の方がですね、だいぶかかるお車になりますので、ちょっとその点だけ、私としては早く手に入るに越したことはないと思うので、ちょっとその点だけはちょっとウィークポイントかなというのはございます。はい、それではですね、本日こちらのトヨタラブ4アドベンチャーオフロードパッケージですね、ご紹介の方をさせていただきました。なかなかまだですね、新車館でも出てこない車種になりますので、ぜひこの動画を見ていただいてご参考していただけたらと思います。では皆様ですね、最後までご視聴いただきありがとうございます。で、もしよろしければ、グッドボタンでもバットボタンでも構いません、ぜひこの動画の評価の方、していただきたいと思います。で、何か気になる点ありましたらコメントの方も、いただければ、お返事の方させていただきたいと思いますのでお願いいたします。で、最後にですね、気に入っていただければ、100% 新車館チャンネルですね、チャンネル登録、どうぞよろしくお願いいたします。はい、ではまたですね、新しい車種出てきましたらぜひご紹介いたしますので、またのご視聴をお待ちしております。本日もありがとうございました。